中西が寝坊し、中村は島田に電話で相談。重量置いてくれば。その結果、そして中西は一人で鳥取県のスクープ検証を行った。現在までに制覇したのはわずか11。一方、島田も一人で広島駅に到着しました。山口県からは結構近くて15分ぐらいで到着したんですけど、まあ今お昼時なんでもうすごい暑いですね。あ、こんにちは。こんにちは、ようこそ広島へ、谷です。あ、じゃあカメラに向かって自己紹介、はい、AKB48 チーム8広島県代表の谷優里です。好きな言葉はポジティブという谷のスクープとは一体どんな内容なのか。広島県代表谷優里のご当地スクープは、広島の銘菓もみじ饅頭の新しい味を開発したいらしい。どこが一番美味しいとか知ってるの？錦戸。おお、じゃあそこ行こっかな。行きますか。はい、はい、いや楽しみだな。さっきお昼ご飯食べたんだけどデザートまだ食べてないのよ、はい、あ、ちょうどいいですね。ちょうどいいね。はい、やった。その後徒歩で錦戸へ向かった島田と谷。すると楽しみ。ちょっとちょっと、はるか、ちょっと知らない人来たから逃げようか。ね、はるか、あ、ちょっと島田さん、島田さん、ちょっと人違いなんですいません。いやいやいや、どう見ても同じ衣装着てますから。いやいやいや、違います違います。ちょい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 、ちょっと変な人います。変な人、アイドル、変な人いるんで助けてください。ちょっと待って誰ですか。いや、中村麻里子ですよ。いやいや、さ、待ち合わせさ待ってたけど全然来なかったからさ。広島駅って言うたやん。いやいや、私もいたので全然来ないから、え、どうしたのって思ってさ。いや、私は広島に来る前に山口も言ってんのよ。仕事してんの。あんた何やってたの。いや、広島に、まあ、行く前に、まあ、ちょっといろいろ行こうかなって思ったんだけど、まあ、スケジュール的な問題がいろいろあるから岡山駅で桃太郎と戯れてた。おはようございます。すごい天気がいいです。というわけで私はこれから広島風お好み焼きを食べるべく、いや、そうじゃないな、島田遥香に会いに行くべく広島に向かおうと。じゃじゃん、見えるかな、岡山駅にて電車、新幹線に乗ろうと思っております。この岡山駅から一人で寂しいけど広島目指します。桃太郎像と写真を撮ってた。それ言っていい？うちら岡山行ったらそれやろうねって話してて、送ってきた瞬間にこっち凍りついたからね。で、今何してたか正直言って。広島のお好み焼きを食べた。大きい声でちゃんと言って、カメラ目線で言って、ちゃんと。あの、広島風お好み焼きを食べてました。しかも何カープ女子気取っちゃってんの。ちょっと広島来たらさやりたいじゃん。知ってる？広島のカープ女子って可愛くないとやっちゃいけない。可愛い可愛い。似合ってる。
ごめんね、この先輩。いや、本当ね、はるかと一緒に食べようって約束してたから、一緒に食べたかったんだけど、待ち合わせに全然来ないから、全然来ないんじゃなくて仕事してんのこっちは。時間があれかなって思って、ちょっと入ってゆんかい。ついてるしね。めっちゃついてる。いやー、天気いい広島。ちょっとちょっと、駅出たらもうこんななんか山あるんだね。とりあえずちょっとお好み焼き屋さんに向かおうと思います。お好み焼き屋さんに到着いたしました。あ、荷物が重い。ここですね。じゃじゃじゃん。お好み焼き焼きこりさん入ろうかな。こんにちは。あ、1時から予約してるんですけれども、ハート女子号をゲットいたしました。そんなわけでちょっといただいてきちゃいました。ここから私一人で結構エイトの子たちと仲良くなれてたんですけど、ここから二人ってことですか？いや、私は来たのよ、はるかのために。それでまたお願いします。もうはるかについていけばスムーズに行くかなって思って、私はそれについていこうって思ったの。お願いしますよ。今はね、今タニちゃんいるし、タニちゃんの前で喧嘩とかできないから今はいいですよ、別に。行きましょう。あ、もみじまんじゅう屋に行くんだ。ほら、もうこうも把握してないもん。もうそうなんだ。もうなんなん、だってスクープ知らないもん、こっちの。なんだったの、ゆうりちゃんのスクープ。ゆうりちゃん、ちょちょちょ、仲良く。お好み焼き食べてればいいよ、マリコはもう。いやいやいや、仕事させて。あ、ここじゃない。あ、ほんとだ、錦戸さん。生もみじ。あー、もみじまんじゅうか。こうしてようやく錦堂に到着した3人。見て、焼きたてのもみじまんじゅうだって。うわ、美味しそう。入ろう入ろう。焼きたてなんてそうそう食べれなくない？いちご、レモン。え、そんなのもあるんだ。ブルーベリー。広島レモン。いっぱいあるんだね。あ、生もみじね。これ一番有名だよね。あ、こんにちは。今日お世話になります。お願いします。よろしくお願いします。その後、島田たちはオリジナルのもみじまんじゅうの開発作業を店内で行いたいと店長の沖さんに交渉。その結果、はい、ということでこれからオリジナルもみじまんじゅうをちょっと作っていきたいと思うんですけども、じゃん、こちらにちょっと材料としていくつか思いついたものを用意してみました。うん。オリジナルもみじまんじゅうを作るために用意した素材がこちら。果たしてどんなオリジナルもみじまんじゅうが完成するのか。一応なんか他に必要なものがあったら言ってくださればご用意させていただきます。まずこれで作るってことですね。そう。じゃあ作りますか。ちょっと作っていきたいと思います。何作りますか？島田さん、島田さん、どうしました？片手が口に進んでますけど。あ、気づかなかった、ごめん。やばいやばい、これやばいやばい。あ、作っていい。食べる専門家。でもどうしよう、これが元が結構甘いもんね。ゆりちゃん、普段なんか好きなのある？食材とかで。メープルシロップとか。これ絶対美味しいよね。とりあえずちょっとつけてみて、食べてみたら。ディップみたいな感じで、うん、つけて。美味しい。これは美味しいよね、うん、挑戦しなくちゃいけないのは分かってるんで、置いてある食材をね。でも、じゃあマリコに作ってあげる。大事な食材ですよ。私だって食べ物は粗末にしないって決めてますから。何、罰ゲーム始めようとしてる人いる。わさび、なんか悪いことした。昆布茶、おいしい。はい、できました。いや、やっぱ作った方が。いやいや、マリコのために作ったから。なんか
甘い中にとんでもない刺激臭。ゆりちゃんのためを思ってせっかく来たし、じゃいただきます。ぶっ正直に言っていい？はい、まずい失礼でしょ、お店の前でもみじまんじゅうの前になんてもめじまんじゅうは美味しいの。この気になるスクープ調査の続きは後で。谷優里のことがもっとわかるこちらのコーナーをどうぞ。選んでください。はい、何が出たの？休みの日、地元でどんな生活を送っているの？はい、休みの日はほとんど寝ることが多いんです。あ、みんな寝てるね、チームメイトのこと。誰てるの？若いのにそう、はい、すぐ遊んだりしないの？しない、寝ることが多くて、あとは、あの猫を飼ってるので、うん、猫と一緒に。どんな猫？茶色い猫と白と茶色の猫。イケ猫かな。名前は？と大きい方が姫っていう名前で、うん、ちっちゃい方がココっていう名前。じゃ続いていきますか、はい、じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃじゃん、はい、30秒で自己 PR をしなさい。よーい、スタート。好きな食べ物はもみじまんじゅうと広島の牡蠣です。好きな動物は犬と猫で、あ、広島はとてもいいところで宮島が特におすすめです。はい、私は元気です、多分。よろしくお願いします。かわいい。カン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 終了全然元気じゃなかったね私は元気です。なんかもう元気じゃない子が無理して元気って言うみたいな。なんか遠くの親戚のおじいちゃんの時に、おじいちゃん私は元気ですビデオレターみたいになっちゃって。それではスクープ検証再開です。じゃあちょっとここからは商品化を狙ってガチでちょっと私たち一つ何か作ろう。わかりました、はい、店長さんに掛け合えるような。はい、頑張りましょう。おのおの、私ちょっと思いついたんですけど、うん、買ってきてほしいものあるんですけどいいですか？とバニラアイスと、なんか黒蜜があれば黒蜜欲しいけど、まあ、バニラアイスだけでもいいです。さらに島田たちはある食材を追加発注。果たしてそれは。島田が選んだのはサキイカ。天才かも。そして谷はポテトチップスを選択。美味しいです。私ちょっと思いつきました。変わり、超変わりだね。うまい。なんかえ、それいっちゃう？でも食べたらまゆこうして3人のオリジナルもみじまんじゅうが完成。果たして3人が完成させたもみじまんじゅうとはどんな味なのか。私たちが考えたオリジナルのもみじまんじゅうが完成しましたので、本気で考えたので、ちょっとここから店長さんに食べていただいてプレゼンをしたいと思います。はい、まずは島田がオリジナルもみじまんじゅうをプレゼン。はい、食べてください。島田が作ったのから食べていただきたい。まだ内緒です、食べてからの。全部食べなくていいよね。はい、一口で。一口食べてまず何か感想いただければ。ラー油が入ってるね。ラー油が入ってる。すごい、さすが若い。まあ、カステラだけだからラー油ちょっとピリッとなかなかいい感じやね。はい、大人の味になってる、ね、はい、はい、これはサキイカとマヨネーズと、はい、あー、今来ました。ちょっと酢醤油とラー油です。お酒の友に。そうです、お酒の友、つまみにいいかなと思った。お、ひょっとしたら。続いては谷がオリジナルもみじまんじゅうをプレゼン。じゃあ続いてゆりちゃん、はい、ゆりちゃんが考えたもみじまんじゅう、はい、お願いします。ゆりちゃんに入ってるのわかんない食べてみてください。
ポテトチップスが入ってる。はい。あとはメープル。はい。メープルは結構おまんじゅうに合うんで、まあポテトチップスもちょっと食感がパリパリして、なかなかいい感じ。なるほど。レモン汁も入ってます。すいません。最後に中村がオリジナルもみじ饅頭をプレゼン、はい、食べてみてもらっていいですか。ピーナッツ、ピーナッツも入ってます。ピーナッツならピーナッツクリームなんかがいいな。あーなるほど、ね、食事系にしてみたんですよ。ピーナッツクリームは美味しいですもんね。二口目食べてくれてる。そうやね、二口目食べてますよ。これはあのケチャップとマヨネーズとツナをあえて、そこにチーズも入れて、朝食の感覚で食べれるね。おやつというのがちょうど、そうですね、中に食感のある柿ピンも入れて。これで3人のプレゼンが終了。果たしてこの中から新たなもみじ饅頭は誕生するのか。一つずつやっぱり、一つずつ商品に良さが一つずつ、具材としていいものが入ってるんですけど、まあ、全体的に食べた時の全体的なバランスというのがちょっとあるので、まあ、二口食うたことは中村さん、じゃあ私のこれが一番、まあ、二口食べてしまう。嬉しい、ありがとうございます。商品化するかも、ね、商品化するかもということで、かも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 ぐらいで、多分。では特別に錦堂で商品化されるかもしれない中村真理子オリジナルもみじ饅頭の作り方を皆さんにお教えします。ちょっとマヨちゃんでプラスケチャップ、まあ、よくあるオーロラソースを作ります。この中にですね、ツナ、ツナの方が入れやすいかなっていうので、ツナをちょっとこっから肝なんですけど、ここでちょっと柿ピーをね砕いて入れようかなと。食感が面白くなると思うんですよ。お皿、柿ピーをこう砕いて入れて中に詰めます。ここでポイントなのが、柿ピーを使ったのでちゃんとナッツを入れてあげようと。食感でたまにのこの出てくる柿ピーを楽しんでいただく。完成です。商品化された時はこの中村オリジナルもみじ饅頭を召し上がってみてはいかがでしょうか。どれもこうつつけがあったよかった。嬉しい、真剣に頑張ってよかったね。よかった、ありがとうございます。というわけで広島県代表谷優里のご当地スクープは本当。次に向かなきゃいけないんですよ。う、次どうする。岡山です。岡山、そう決まった。あなたがずっといた岡山ですよ。そう、ごめんなさい、朝までいたとこです、はい、流れで行きましょう。新幹線でビュッと。ありがとう、ありがとうございます。またね、はい。その後谷と別れ、次の目的地岡山に向かった島田と中村。そしてあと残り35。食べるので二人で食べよう。